バナム軍は、アメリカ合衆国のサウスダコタ州にある軍。2000年時点の人口は7260人で、軍庁所在地はティンダル。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1506平方キロメートルで、ある。このうち1459平方キロメートルが陸地で、47平方キロメートルが川や、湖などの水地域である。 総面積のうちの3.09%が水地域となっている。この軍は北東、北西、南東、南西の4つの比実的領域からなる。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、バナム軍には7260人、2635世帯及び1786家族が暮らしている。人口密度は5。 平方キロメートルで2、平方キロメートルの平均的な密度に3007件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人95.51%、黒人0.62%、先住民2.99%、アジア系0.08%、その他の人種0.18%、及び、根結0.62%で0.58%の、 人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍の住民の41.3%が、ドイツ系19.8%が、チェコ系9.9%が、オランダ系移民の子孫である。バナム軍に住む2635世帯のうち 28.、28.70%は18歳未満の子供と暮らしており、59.80%は夫婦で生活している。 5.10%は未婚の女性が世帯主であり、32.20%は家族以外の住人と同居している。29.50%は独居で、全世帯の16.50%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.38人であり、家庭の場合は2.95人である。 軍の住民は23.10%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が7.60%、25歳以上44歳以下が26.80%、45歳以上64歳以下が21.70%、および65歳以上が20.80%となっている。平均年齢は40歳である。 女性100人に対して男性は123.00に見て、18歳以上の女性100人に対しては、男性は126.40にいる。軍の世帯ごとの平均収入は3644四米ドルで、家族ごとでは36,924四米ドルである。男性の24,303三米ドルに対して、女性は2 3三7七米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は13,892ベ米ドルである。総人口の12.90%、家族の9.40%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の16.20%、および65歳以上の13.80%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。